限界を打ち破れ。甲子園を目指す佐久平十一高の野球部をご紹介します。この番組は株式会社大井の提供でお送りします。この時間は野沢南高校野球部をご紹介します。リミットブレイク限界を打ち破れ、菊池博文です。今日は野沢南高校野球部に来ております。それでは横川誠監督にお話を聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず今年のチームスローガンを教えてください。はい、全ての人から応援されるチームです。はい、全ての人から応援されるチーム、それはどういった願いというか思いを込めて作ったスローガンなんですか？はい、これは3年前ですかね、自分が野沢南高校に監督になった時から毎年同じなんですけども、はい、球場にどちらのチームを応援してもないようなこう野球のファンの方が来ていると。でそういう方たちが野沢南高校勝ってほしいなって思ってくれるようなチームになったらいいなっていうのが、まあ、最初のイメージしてたところですね。はい、僕も野沢南高校の OB なんですけれども、久しぶりにこの球場に、ね、来たんですけれども、選手たちのですね、一人一人の挨拶が本当に印象的でもありましたし、先生の取り組みとしてですね、花壇を取り入れたということをお聞きしたんですけれども、それはどういった教育方針のもと花壇を、ね、作ってもらったのか、ちょっと教えていただけますか？はい、まずきっかけは、自分自身が指導方針にすごくこう悩んでいる時がありまして、その時に甲子園塾っていうのに私行かせていただいて、その時に星稜高校の元監督の山下監督が、花を育てるのは子どもたちを育てるのと同じだよという話を聞いたところから、生徒もせっかくだから巻き込みながら花を育てることで、テール選手もいろんなところからこう感じれる、お互いにこう成長できる部分があるんじゃないかなっていうふうに思ったことがまず初めですね。はい、甲子園塾なんですけれども、そのことについて教えていただいてもよろしいですか？毎年甲子園監督、何人か選ばれた方々がそこで講演をしていただいて、はい、3日間、はい、ノックから始まり、その、まあ、高野連の規則だったり、まあ、そういうのをこう全部こうそこで教えてくださるっていうのが、まあ、甲子園塾です。はい、今年はね、どんなチームなのか主力を含めて教えていただければと思いますけれども、いかがでしょうか？はい、新チームが始まった時13名というちょっと少ない人数だったんですけども、まあ、この13人でしかできない野球をやろうということで、1人3つ最低ポジションをやろうというところから、まあ、守備からリズムを作ろうというところがスタートでした。はい、でこの代の特徴はその攻める野球というのが、彼らがその自分たちでテーマとして僕に出してきて、でじゃあまあ、守りもそうだし守備も積極的にアグレッシブに行こうぜっていうところに、今は、つながっていると思います。はい、横川監督はですね、非常に年齢も若そうに見えますけど、今何歳ですか？はい、今26歳です。26歳、お、はい、若いですね。なので生徒たちも監督のね、兄貴のように慕ってると思いますんで、その若い力でぜひね、野沢南高校をよりね、一つでも上にね、持っていけるように頑張ってもらいたいなと思いますので、頑張ってください。ありがとうございます。石井キャプテンに話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。今のチーム状態を教えてください。はい、今の野沢南高校野球部は、自分が何も言わなくても周りのチーム全員で考え行動できるいいチームだと思います。夏の甲子園の予選が近づいていますけれども、どんな試合を心がけたいと思いますか？はい、今までの練習で培ってきた柔らかい強さを発揮して一戦に全力をかけたいと思います。それではズバリ、野沢南高校今年の目標を教えてください。はい、甲子園出場です。それではですね、石井君がですね、このチームで期待するメンバーを何名か挙げていただければと思いますけれども、いかがでしょうか？はい、まず一人目は木内健介君です。うん、ファーストを守ってます。どんな雰囲気でも彼がチームの、うん、勝利に導いてくれる雰囲気を持ってきてくれると思ってます。はい、ではもう一人お願いします。小須田祐介くんです。はい、彼はどんなプレイヤーですか？はい、ピッチャーなんですけど、闘志あふれるピッチングをしてくれて、チームを勝たせてくれると思います。
期待を寄せている選手として一人目の名前が挙がった木内健介くんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ファーストを、ね、守っているということなんですけれども、キャプテンからはですね、打撃を期待されていますけれども、どんな打撃を心がけていますか？チャンスで打てるバッターとともにチャンスを作れるバッターになりたいです。3年生として迎える最後の大会になるんですけれども、春の大会を受けてですね、収穫と課題自分であったと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか？春大体任されたんですが打てなかったっていうのが唯一の課題だったと思います。この夏はぜひレギュラーでスタメンで出たいという気持ちはありますか？あります。今自分は打撃を中心に今練習していて、特に今スイングの形をもう一度見直そうと今頑張って振ってます。ポジションもファーストということなんですけれども、内野の要でもあるんで、ファーストの守備と打撃とね、両方の面で大変な面もあると思いますけれども、この夏に向けて頑張ってください。ありがとうございます。最後にズバリこの夏の目標を教えてください。はい、自分のプレーで甲子園に導きます。期待を寄せるプレイヤーとして2人目に名前が挙がった小須田雄介投手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小須田君はピッチャーということなんですけれども、春の大会を振り返っていかがでしたか？そうですね、自分は最後の方だけピッチャーで出たんですけど、やっぱりもっと初めから出ようっていう気持ちがあって、ずっと準備をしてたんですけど、その一人うまいやつがいて、そいつに勝てなかったっていうのがちょっとすごい悔しくて、それで試合にも負けてしまって、やっぱ自分の力がもっと足りないなっていうのを感じました。同じチーム内でそういったライバルがいることはとてもいいことだと思いますけれども、そのライバルのことは普段はどういった間柄ですか？そうですね、まあ先輩後輩っていう間柄なんですけど、ピッチャーとしてやっぱ合うところもあれば合わないところもあって、まあお互い高め合ってるっていう感じですかね。夏はやっぱり背番号1番をしよって、自分がこのチームのエースだっていう自覚を持ち、自分がチームの勝利に貢献できるようにしていきたいと思います。この夏野沢南高校野球部の花は咲きます。一緒に頑張りましょう。野沢南高校絶対下から応援されるチーム、甲子園行くぞ。ヤッ、転がる石少しずつ日々野沢南高校は16日9時から稲北高校と対戦します。エールを送りましょう。リミットブレイク、限界を打ち破れ。この番組は株式会社大井の提供でお送りしました。